ヤシマは、瀬戸内海の島で、山口県熊毛郡上野関町に属している。本州からは12キロメートルの沖合にあり、山口県の最南端である。2015年の国勢調査では、世帯数24、人口34人となっている。島の面積は、面積4.17平方キロメートル。大島、小島、与崎と称する小高い地形が、 さすでつながって一つの島になっている。このため、二島のようにも見える。島の北側の、与崎は、長さ1キロメートルほどの岬状の地形で、広葉樹と新葉樹が混成して、群落を形成している。与崎は、壇の裏の戦いに先立って、安徳天皇が屋島に立ち寄り、岬を、良い先と称賛したことに由来すると伝えられ、その森は、 神聖なものとして伐採されずに保存されてきた。性質の異なる柏と白芯が優先する植生は珍しく、中国地方ではここでしか確認されていない。このため、矢島与崎の柏白芯群落として2003年に山口県の天然記念物の指定を受けている。原平との戦いに敗れた兵士たちがその後住み、開拓されていったと伝えられている。 そのため島の歴史は古く、平家伝説が多く残されている。船越地区には船隠しという場所がある。これは兵士が壇の裏の戦いを前に、屋島に船を隠しておいた場所だとされている。かつては、島の北側で黒毛和牛の放牧が行われていたが、牧場が廃止されてからは草原となっている。屋島と上野関港の間には定期航路があり、 1>, 1日3三便が運行されている。夏場は海水浴客や島のキャンプ場で過ごす人で賑わい、定期船も増便されるが、それ以外の季節では非常に静かな島である。過疎化が進行しており、人口のほとんどが年金で生活している。集落の中央に上野関町、矢島診療所があり、かつては医師が駐在していたが、途絶えた後は、 岩国医療センターからの月2回の当番医で運営している。港近くに八島館郵便局が設置される。島には一部を除いて大型車が通行できる道路はない。ありがとうございます。